結婚するならおすすめカクテルなんかええのんありますか？ほなこれどうかな。カクテル名前はウェディングマーチ。名前の意味は結婚公式よくウェディングの白なカクテル色。ラムにライムに卵白ビターズ合わせて作るで、ほないくで。材料4つをしっかり測ってシェイカーの中にぶち込んで、氷を詰めたら準備は完了。2倍以上のシェイクをいたしましょう。カクテルグラスに注いであげたらウェディングマーチが、はい完成。度数は強めで卵白まろやか。結婚するときお試しよ。永遠にラブなおすすめカクテルなんかええのありますか？ほなこれどうかな。カクテル名前はジンライム。有名カクテル言葉は色褪せぬ濃いシンプルレシピの一杯です。ジンとライムの2つを合わせて作るで作るで、ほなあいくで。ロックなグラスに氷をぶち込み、材料2つを準備してしっかり測ってグラスにぶち込み、くるくるステアをいたしましょう。仕上げにグラスにライムを飾ればラブがフォーエバー、はい完成。シェイクをやったらギムレとなります。水素も甘さもお試しよ。清楚で純粋レディーなカクテルなんかええのありますか？ほなこれどうかな。カクテル名前はホワイトレディー。カクテル言葉は純真ピョピョ、世界で有名カクテルです。ジンにキラソーレモンを合わせて作るで作るで、ほないくで。材料3つをしっかり測ってシェイカーの中にぶち込んで、氷を詰めたら準備は完了。がっつりシェイクをいたしましょう。カクテルグラスに注げば完成。100年近くの歴史あり、ウェディングドレスの白色モチーフ、一度はお試ししてみましょう。